それが目標があったりとかなかったりとか関係なくて、生まれた時点でみんなは本当に可能性しかなくて、生まれた時点で100点満点になって。小学3年生の時に軟式野球を始め、高校でソフトボール部に入った原田のどか選手。東京オリンピックでは全試合スタメン出場。今年のアジア大会でもホームランを放つなど、優勝に貢献した日本代表メンバーです。アスリートとの交流を通して、子どもたちにスポーツの素晴らしさを感じてもらおうという岡山市の取り組みで、小学校を訪問しました。バッティングを披露したり、キャッチボールをしたりして汗を流したほか、本物の金メダルを子どもの首にかけてあげるなどして交流しました。原田選手の話を胸に、これからも中学校行っても野球を頑張っていけたらいいなって思う。全然私たちよりも可能性しか持ってない子どもたちを見ると、もっとやらなきゃいけないことたくさんあるなとか、もっと頑張りたいなって思えるので、今日は本当に良かったです。